N 三一ゼロ三三出た。最近サブチャンネルハマってきた。はい今夜も数字じゃなかった。ミズニャンじゃなかった。アウニャンじゃなかった。風ロンダリングと。はいありがとうございます。そうあのこのこの辺の下りの話っていうのはまあ僕の YouTube のまあもう一つのチャンネルでやったんですけどこの前 N 国のまあ十月十日ですかの三位補選のまあ。 そのああに上田候補、立花候補両方あってですね見に行ったにまに僕、このまま行ったので何人かに声をかけていただいたんですが加瀬さん、動画見てますよありがとうございますみたいな感じで何人かに声をかけていただいてただ、別のこともあってですねあ、動画見てますよ水谷さんって全然違う人のことを言われたんです。よね しょうがないなとは思うんですけどやっぱそういう感じなんだなってそういう認識なんだなっていうのはもっと頑張らなきゃいけないとちょっとさっきの話に戻すとネット投票ですよね。ネット投票って既存政党からすると本当に嫌だと思うんですよ全然入れ替わる可能性あるからね。だからセキュリティの問題がとか言って先延ばしするんじゃないかなと。 もそうだし、うん、あと、市役所とか、うん、あの選挙の関連の人たちはを減らすことになるじゃない、最終的に。はい、あの選挙の関連の人たちってあれ選挙事務所で、うん、選,選挙所投票所で働いてる市役所の人たちってあれ日当がついてて、はい、結構、5万円とかもらったりとかしてたよね、うん、選挙の日の日当だよ。はい、めちゃくちゃ稼げるわけよ。うん、だから選挙来ると、 おちょっと小遣いできるなみたいな感じそれで稼ぐとそうそうそうもうあってだからな,なんとか手当になんとか手当になんとか手当にず、うん、ーっと乗って 稼げるという。いやもうそれがやっぱ既得権益ですよね。既得権益です。あの人たちもえネットになって会場減らされると困るなみたいな。いや、もうでも会場減らさないと今人手不足だって言ってるのに、もう逆行してますよね。そういう人でやるっていうのは。だからネット投票にしてしまうと、もちろん本人確認の問題とかセキュリティの問題はありますけど、人使わなくていいんですよ。で、特に会票に関してもあの変な文字書く人いるじゃないですか。 なんかこうへなかその、頑張れなんとかさみたいな感じで書、とにかく問題はなくなる、ね。そういう無効票もなくなるし、まあ選択式にできるわけです。から、うん、選択式もできるし、一瞬で集計できるし、わざわざ紙を送ってんだから、うん、そこに。あなたのログイン I. D. とパスワードこれですってやればいいし、うん、それができない人は市役所行って。 投票してくれれとと僕そもやめるべきだ思うんですよね投票所を廃止して、そしたら人いらなくなるじゃないですか、じゃあお年寄りどうするんだったら、今、携帯端末あるんですから、それを市役所に置いて、分かりやすい案内を置いて、市役所でやれと。市役所に iPad 的には端末を置いて、何台か置いておけば分かるじゃないですか、最悪そこに1人つけてもいいですよ、やり方の説明というの。いや、2三3 0人はつけないといけないと思います、一人一人。 並ぶと思うよそこ。いやだから端末だったらその病院とかも臨時投票所ってできるわけですよね。あそうそう。端末さえ折ってしまえば。その通り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 。そうしたらもう解決じゃないですかすべて。そう。人もいらないし。そうです。端末代だけで。いやもちろん最初の導入にはお金かかりますよ。はい。長期的に見るとまあ全然こうプラスになるんじゃないかなということで。そうです。そう万事解決。利権以外はマイナンバーも本当あるからね。はい。ただまあそれ。 まあ今の日本の IT 技術がね、うん、えちゃんとできるのかって役所がそうですね民間企業ならまあまあできるんですけど、うん、役所ができるでもまあ期日前投票もできるし、うん、夜の間に投票もできるし、うん、まあ絶対にネットにすべきだよねそうですね,うねこれどこだったのエストニアかどっかの例で、うん、あの成りすましとかもあるじゃないですかはい そういうのもあるから投票っていうのは1回完結じゃなくて投票日まで何回か入れ替えられるらしいんですよねだからその1回例えば A さんに投票してやっぱりこれ間違って変えようと思ったら B さんに変えることもできるっていう投票日までは投票日まで変えあいいねそれそれいいねいやそうなると情勢が途中までの経過で情勢まで出るから盛り上がるじゃん盛り上がる例えば誰々さんが勝ちそうだからただ誰々さんに勝ってほしいけど あのうぬぼれても困るから、はい、ちょっといじめたろってことで <laughs> ちょっと票減らしてね接戦にしたろっていうことでそう,う,うちょっとうのなんかあの冷やし玉当てたろみたいな感じの。<laughs> ことはあるかもしれないね。でもそれ、ネットで祭りも起こると思うんですね。全然誰も知らないような。その候補に、みんなで投票しようぜみたいな感じになって。で一時的に、なんか十万票ぐらい入って、で後から投票を変えて、三百票ぐらいになるという。あの残念な感じのね、あのオールスターのさ。えっと、あの不正投票みたいな感じ。えっと、人気投票でさ。あの川崎。怪我して。 ピッチーで川崎健次郎川崎健次郎が怪我して投げられないところからちょっと復活気味だけどまだまだ投げられないのにオールスターでいきなり1位になってそれで川崎健次郎が「こんなにね僕のことを怪我してあれだったのに応援してくれる人がいるとは」って涙ながらな感じのコメント出してたのが結局2チャンネルの祭りだったっていう原因がね。 いや二チャンネルなら本当に悪ザケ悪ザは本当ひどいポケモンの人気投票でコイルを一位にしようとしたりとかあとはなんかイラズマイレブンっていうあのサッカーの漫画家ゲームのやつで五条さんっていう全然主役でもなんでもないちょっと悪ザケのやつを上位にしたりとか本当悪悪ザケがすぎますね2ちゃんの祭りがね祭りはでもまあこの選挙だとやっぱネット今ほらみんながやり始めるきっかけにして ネットの時代だっっってててことととにしややるる思思えば、うん、やっぱそういうういい間違いもなくなってくく悪、ねうん、ふざけのグループは絶対あるけれども立ちろ法みたいなね悪ふざけのグループはあるけれども、うんあのー、やっぱ全員がやっぱネットをやることによってね、うん、そういうのは少なくなる当時はネットだからこそ、うん、あのみんながいろんな ID 使ってねどん、ね、どんどんどん投票するっていうのはあったんだけど、うん、だ今はそれができない選挙とかだとそこまで不正はできない一人一票なわけだし。うんうん そうだからそれをちょっと早急に進めてほしいなとそ、そうですね。と思うんだけども、はいうん、多分数十年ならないでしょうね。やっぱこれは自民党とか、うん、あの既存の政治家がやりたくないって思ってるからやらないと思いますね。やっぱそうなると新聞とかっ<う>てか多分新聞も反対すると思うんですよね。新聞はった反対する。うん、当然新聞取らなくなるじゃんね。ね、うん、ネットで情報を取るなよって。うん、でこれだから。 日本は IT 更新国アメリカはどんどんそういうの増えてきて、うん、IT でやるところもあるし、うん、出てきてるし、あのー、投票所もデジタルボタンとかになったりとか、うん、いろいろどんどんしてるわけですよ、うん、だから日本がこんなにこう、うん、IT 後進国になってしまうっていうのはちょっとなんか問題だよね。でねでさっき、まあ、極論ですけど 投票所を全部なくせっていうのはこれ、多分投票する人にも大きな変化が出ると思うんですよね。端末を置いたとしても老人って結局できないときはやりにくいと思うから結局今の投票する人って老人が多いからこそ老人向きの政策が多くなるのであってこれやっぱネット投票で若い世代の方に向いてくると政策も変わってくるでしょうからそれはもう早急に進めるべきなんじゃないかなと。 まあだから、ね、本当にもう IT 担当大臣とかがアワだからねなんコがどうだとかハンコって、まあ、これもう <laughs> 毎回言ってるんで <laughs> もういいですけどいや本当ね、うん、僕はハンコ自体は好きだけど持ってるし、うん、あのも,もちろん持ってるしちゃんと金かけてるってう <laughs>、はいうねまあまあ高いハンコを選んで作ってるんだけどもそれぐらいは思うんだけどもやっぱね。 そうだから今ネットにつながってるかつながってないかっていうのはもう非常に重要ですしそこでだいぶ情報格差っていうのもありますからねさっきの NHK は素晴らしいみたいなのだって今ネット見ればそれあるじゃんっていうウェザーニュースだってあるしそう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 いやほんと IT の情報をちゃんとみんな取ろうよとだ被災とかあれも先週言ったけど千葉の人だってあの時みんな車 みんな一台持ってんだから、うん、ソケットでスマホを充電して、ああ充電してちょっと動けばあのガソリンも入れられたし、うん、簡単に電波も入るし、うん、っていうそういうところをねやるようにした方が、うん、やっぱ情報を取ってやるっていうところに切り替えないといけないんですよね。うん、そうですね。はい、いやだからもういろいろ変えていかなきゃいけないんだけどもうだから先進的に先に変えた方がいいですよね。うん、日本ってこう安全志向だから、うん、どっかの国がやって、うん こう後手後手の段階でやり始めるっていう一周遅れなんだよね、うん、しかも他のところが失敗してるときにまたやり始めるっていうそういうこともあるんで、はい、まあ失敗するなら先に失敗してそうあのもう次の手段を考えた方がいいんじゃないかなと思いますけども、はいはい、よくよく考えたら本当 NHK いらないからね、うん、いやよくよく考えなくても分からないそ,<う>そんな深く考えなくても <laughs> そう,そうもう NHK 皆さんいりますかって話でしょ、うん、あれだけ金集めたら誰だってできるし、うん、でも,もうちょっと と自由にに参入できるようなな会社を作って電波オークションにした方がいいいんじゃないのって、うん、だってこれ誰でもそうだと思いますけど、うん、1000万とか収入あったらみんなやるんじゃないですか、うん、あそうそうだからだって NHK の社員なんて10001800、うん、万、うん、あの福利厚生合わせてあの給料もらってるわけでしょ、うん、そしたらいい仕事しますよって話じゃないでしかも休み多いんだからね、うん、そうそうそうそれはやるわっていう <laughs> そう。